ランズの皆さん、お久しぶりです。元気にしていますか？私はすごい元気に、前ケアンズに来る前よりももっと元気に生活をしています。ケアンズで体験した全てのことを通して、日本に帰ってきてから他の人にしっかり伝えることができています。福島ではやはりオーストラリアではできない体験がいっぱいあって、オーストラリアで裸足で歩いていたんですけれども、福島で裸足で歩けないというこの胸のなんていうんですか、モヤモヤがあって、福島ではちゃんと靴を履いて歩いています。ケアンズで英語をしっかりと勉強し、英語でいつも会話をしていったことによって、外国人と話すことが怖くなくなって、しっかりと自分の気持ちを英語で伝えるということができています。勉強の面においてもしっかりと英語のテストで点数を取ることもできているので、本当にケアンズに行ってよかったと思いました。日本に帰ってきてからもっとケアンズでああしとけばよかったなとかっていう後悔がたくさんあるので、また次ケアンズ行った時にはそれがしっかりと果たせるように、しっかりと自分で計画を練って、もう一回必ずケアンズに帰ります。では皆さん、体に気をつけてこれからお過ごしください。ごきげんよう。